再生可能エネルギーが広がる未来を思い描くには、電気を蓄える新しい技術が必要でした。世界初クレイ型リチウムイオン蓄電池、エネレッツァ。私たちは蓄電池の電極をクレイ型、つまり電解液を練り込んで粘土状にする技術で世界初を実現しました。電極にはリン酸鉄リチウムを使い、ユニットセル構造を採用、セパレーターと外装フィルムで正極と負極を完全分離。粘土状にすることで万が一大きく変形しても内部衝突を起こさない安全設計を可能にしました。独自開発の電解液を練り込んでバインダーレスの電極材料を作ったことにより、高性能で幅広い動作温度に対応、従来型のおよそ 1.5 倍の長寿命を実現しました。クレイ型厚塗り電極の実現には高度な量産化技術が要求されます。長年私たちが培ってきた高精度な材料、成形などのファインセラミックスの製造技術を生かし量産化に成功しました。クリーンだけど天候の影響を受けやすく不安定な再生可能エネルギー、世界共通の課題を解決するために太陽光で作った電気を蓄える新しい技術がクリーンエネルギーの安定供給を実現します。世界初クレイ型リチウムイオン蓄電池、エネレッツァ。